山あいに忽然と現れるとんがり帽子の時計台、そして木造の校舎。これは平成14年に閉校となった高知県の大豊町立川口小学校です。ここは四国山地のほぼ中央部に位置する高知県大豊町です。ここ大豊町には樹齢3000年といわれる杉の巨木があり、日本一の大杉として知られています。またここは美空ひばりゆかりの地で、大杉のそばには美空ひばりの慰霊碑と歌碑があります。大豊町は日本三大暴れ川の一つ、四国三郎吉野川の上流域で、その吉野川を見下ろすところに川口小学校はあります。急斜面を上がっていきます。着きました。ここが川口小学校です。西側に2階建ての木造校舎、北側には長い平屋の学び屋、そして東側には体育館があり、運動場をコの字に囲んで立っています。ベージュ色の懐かしい木造校舎です。平屋建ての校舎は昭和5年に建て替えられたもので、その時今のように数段高いところに建てたのだそうです。もともとは運動場の場所にあったようです。川口小学校は平成14年に統合され閉校となっていますが、現在は学校に泊まろう緑の時計台という宿泊施設になっています。西側の校舎から階段になっています。学舎が運動場より高い分、階段を上がるのです。大きな卒業記念の作品が掲げられています。表彰状もそのまま。宿泊施設になってもできる限り学校の面影を残したまま営業をしているのだそうです。廊下もそのままです。教室は床が畳になっています。でも他は学校そのもの。確かにこれは学校に泊まろうというフレーズに偽りはありません。懐かしさがこみ上げてきます。これは平成11年に川口小学校を訪れた時の映像です。閉校になる3年ほど前で、まだ現役の学校でした。川口小学校は昭和30年頃には80人以上の児童が学んでいたようですが、それをピークにだんだんと児童数が減少していったのです。
そしてこの頃にはわずか5人の児童となっていました。昭和の時代は激動の時代と言われますが、こうした山間部の学校はそのことを如実に表しています。学校の歴史がそのまま日本の山間部の歴史なのです。わずか5人の児童とはいえ、現役の木造校舎があることは嬉しくもあり、貴重な存在でした。この時計台のある体育館は平成7年に建てられたもので、新築のようなものでした。緑の山々に緑の時計台、そして緑の校舎の屋根。現役校川口小学校の最後の姿でした。廃校になっても春になれば校庭の桜が咲きます。そして何よりこの川口小学校は、学校に泊まろう緑の時計台という宿泊施設として再利用されています。とてもありがたいことだと思います。川口小学校で元気に遊び学び、そして歌った子どもたちに代わり、今度は宿泊する人たちの元気な歌声が聞こえるかもしれません。ずっとずっととんがり帽子の時計台と木造校舎がここにあり続けることを願ってやみません。